ゲストタイミングでトロッコワッシー2号が来ました。ワッシー2号が桐生駅に向かって出発。さようなら。5号には乗るよ。動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント高評価チャンネル登録をお願いします。現在地渡瀬渓谷鉄道の大間駅ですが、実は僕今回この動画のテーマとして渡瀬渓谷鉄道トロッコ列車に乗って全ての駅を巡る、そんな旅をするということで考えていたんですが、残念ながら桐生へ向かう電車が出発してしまいました。ただトロッコ列車の名前トロッコワッシー号というんですけども、ワッシー号がこの大間駅に停車するので、ここから終点の間藤駅までの途中下車しない列車の旅を皆さんにお見せしたいなと思います。ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。ゲストタイミングでトロッコワッシー2号が来ました。ちなみにこれは桐生の方へ向かう電車です。ここの1号車の方、窓のない車両になってますけども、できればあれに乗りたいところですね。ただ桐生で当日券を買う人がいる場合は乗れないそうなので、場合によっては窓のある普通の車両に乗ることになるかもしれません。こればかりは運ですね。出発しました。さようなら。午後には乗るよ。そうそう、一つ取り損ねるところでした。この渡瀬渓谷鉄道の大間駅、実は車両基地があるんですね。つまりここは最も渡瀬渓谷鉄道の中で重要な駅だということが今日こうして運ばせていただいてよく分かりました。ワッシー5号出発しました。
めちゃめちゃ楽しい。窓がないので風を感じることになります。停車駅なんですけれども、こちらに地図があるんですが、今水沼というところにいまして、この次ゴードという、間違えて神戸って呼びそうになりますけど、神戸ではないです。ゴードというのが正解だそうです。ここにレストラン清流という東武鉄道の華厳という特急列車の車両を利用したレストランがありまして、今回お弁当をあらかじめ注文しています。大和豚弁当というんですけど、一体どんなお弁当なのか楽しみですね。
できたかもしれませんね。これです、この先です。あ、一瞬で通り過ぎちゃった。調子に乗っていっぱい買っちまった。まずこちらご披露しましょうか。いやー、1週間待った。これがレストラン清流さんのトルコ列車ワッシー限定の大和豚弁当。この大和豚弁当を買うと、このトルコ列車の新しい渓谷号の手ぬぐいついてきます。ワッシー懐かしいですね。行商の方、キュウリの漬物勢いで買ってしまった。そしてちょっと手違いで小ぶりのやつが食えなかったんですけど、お茶一緒に頼むはずだったんですけど、レストラン声優の方が気を利かせてお茶でくれました。でこれも行商の方からいただいたノンアルコールということで見せます、はい。東武鉄道の特急列車を改装したというレストラン声優さんです。ゴールドの駅を出発しました。総理駅到着しました。群馬県の栃木県の戦いのトンネルを乗りながら山を
松尾駅に到着しました。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。